プレーボール。どうも、大分の高千穂親方です。連日お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、第93回選抜高校野球大会、いや5日目を迎えました。今日のね、結果もまあこの後ご紹介いたしますが、まあ春の選抜っていうのはやはりまあ正直そこそこのまあ実力校が揃ってまして、まあ引き締まった試合になるんですけれども、この5日間本当にこの熱戦、1点を争うとか、ね、先制しても追いつき追い越し、また追い越されのシーソーゲームがあったりと、まあ面白いね、大会がこう2年越しのですね、急春風とあり、面白い感じになっております。今回もですね、大会5日目の結果を、簡単にご紹介いたします。相変わらずほとんど試合中の動画見ておりません。テキスト速報のみ、見ておりますので、至らない点がございましたら申し訳ございません。まあ、記録の意味でですね、今回残しておりますので、まあ、もしよろしければお付き合いのほど今日もよろしくお願いいたします。それでは大会5日目ですね、1回戦、今日も3試合です。今回本日ですねの、もう Today's Key Number じゃないですけど、キーワードをですね、ハードキャッスル AWS さんじゃないですけれども、キーワードはですね、初ですね、初めての初ですね、心臓の初ではございませんけども、ファーストという意味でですね、主に今大会初めてというのもメインですし、まあ史上初めてということも、ありまして、もうとにかくこの初めてという言葉が、まさに3つの試合ともキーワードになっております。それでは順番に、ご紹介いたします。まず第一試合、東京の東海大菅生と愛媛ですね、四国聖カタリナ学園ですが、これ本当に昨日も紹介いたしました、高校野球芸人、上条武史さんもご注目のですね、カードでございましたが、結果的には4対3で、東海大菅生が勝ちました。いやー、ですね、この試合のですね、初めてというのはようやく出ました。今大会初のホームラン。ですね、2本実は出たんですね。いずれもレフト方向らしいんですけれども、東海大菅生が、ついにホームランを打ちました。今大会ですね、本当にホームランが出ないんですよ。大会5日目にしてようやくホームランが出た。もうまさにこの低反発ボールの影響なんでしょうか。大分明豊がですね、フェンス直撃であるとか、あと、ランニングホームラン未遂というかですね、私が見た限りではそういうのはあったんですけれども、ついにこう、きちっとホームランが出たのがこの試合です。ネット上ではこの東海大菅生と聖カタリナの試合で初めてのホームランが出そうだなという予想がございましたけれども、お見事的中でございます。個人的にはですね、東海大菅生、東京激戦を勝ち抜いてきて、かなり強い優勝候補ということですね。それに対して、四国のですね、初出場、愛媛、聖カタリナ高校。この愛媛の旋風というのがですね、初出場の旋風、昨日お話ししましたけども、初出場校はなんか結構いい、ね、旋風を起こして上まで勝ち上がるという、ジンクスもございまして、で、ピッチャーも良いということで、どういう試合になるか、結構面白い試合になるだろうと思ってましたが、かなり面白い結果になりましたね。最初は菅生がですね、圧倒するかと思ってたんですけれども、途中から聖カタリナが、ピッチャーでですね、陣も踏ん張って粘って粘ってあと1点差というところまで、追いついたという試合でございます。やはり注目の通りですね、かなり引き締まった試合にもなりましたし、東海大菅生、お父様がですね、春夏横浜高校松坂大輔投手と同じ時にですね、連覇した小池選手でしたかね、の息子さんも出てましたし、この、スター軍団と、ね、新鋭の軍団、といいますか、どもにですね、こう大健闘ということでですね、これがまた甲子園の良さ、特に春の選抜ですね、この
まあ、正直その冬を越すというのが、まあ、かなりのポイントでございます。ですので、あの秋の年からどんだけ成長したかっていうのが試される場で、非常にこの良い試合だったと思います。接戦です。続きまして第2試合は、東北宮城の柴田高校と、近畿京都の京都国際の対決です。こちらの初はいずれも初出場同士の対決です。初出場、本当に私滑舌悪いんですけれども、共にですね県大会の準優勝まで行くんですけれども、あと一歩夢の切符に届かない、この両者がついにこの令和3年の春ですね、93回の選抜の歴史で初めて登場し、そして対決をします。だから本当にこれはあの史上初めてといいますか、新しい歴史が刻まれる試合でございます。これもですね、本当面白いというか、まあね、点差も見ても4対5の接戦ですし、これもですね、あの最初私速報を見た時は柴田高校が確か2点リードしてたんですね。でこのまま柴田高校意外と圧倒するかなと思いきや、やはりこう京都国際がですね粘るわけですよ。で延長までも連れてね、最後あの逆転ですね、先行だったので、逆転で逃げ切ったんですね。最後柴田もですね、このまあ5点で取られた後もう1点返したら返すんですよね。ですけども、もう追が及ばずということで、まあ初出場対決けど、こんな一方的な試合にならずにですね、このお互い実力が伯仲してね、延長までできている、これはまあ悔しい思いもあるでしょうけども、かなりこれはいい思い出というか、いい手応えにもなると思いますので、まあ、個人的にはですね、もちろん常連や名門も楽しみですけれども、この初出場ですね、フレッシュな顔ぶれというのも毎年ですね、楽しみですね。まあ、私の母校もそろそろ出てほしいんですけれども、そう、もう120周年近いんですけれども、ね、いろんな顔ぶれが出てくる甲子園、ね、これ本当に楽しみにしております。さあ、第3試合はその初出場対決とは逆に、この名門対決ですね。もう常連です。関東茨城の常総学院と、敦賀気比ですね、北信越福井県の対決。いずれもですね、近年選抜この春の甲子園優勝しています。まあ、もともと強いですしね、もう長い間ですね、この甲子園にも出てまして、まあ、勝負のあやが分かっている楽しみな対決でございました。こちらの初はですね、今大会初のタイブレイクへ持ち込んだということですね。タイブレイクというのはですね、まあ、試合がですね、12回まで行っても決着がつかない場合、13回の攻撃からは、各チームそれぞれですね、ノーアウト1、2塁からスタートします。いやもうランナーが出ていて、点が取りやすい、点が動きやすい状態にしてます。まあ、私も小学校中学校の時はですね、判定戦というのがありまして、まあ、ランナーを貯めてですね、そこでまあ要は点がもう入りやすいので、こうもう勝負を決しやすいというものでございます。でもちろん点が多く取った方が勝ちですので、まあサッカーでいう PK のサドンデスでございます。これ勝負が決するまでやるんですけれども、このタイブレイクというのは、まあ、ここ近年ですね、高校野球、甲子園でも、用いられています。これですね、まあ、タイブレイクというのは、これ、いろんな学校でですね、どう扱うかがですね、見物でございます。まあ、例えば、まあ、ノーアウト1、2塁ですので、送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁として、ヒット1本で2点を取るという、まあ、セオリーもあれば、もう例えばその始まりの回が4番バッター、5番バッターとかも打つ選手だったらですね、もう一気に1本どんどん繋いでいって、要はアウトね、ワンアウトを犠牲にせず、もうどんどん最初から攻めて、ある意味で攻撃のチャンスをどんどん作っていってね、うまくいけば大量得点というパターン、もうね、いろいろね戦術あって、それはもう各チームによるんです、その違いを見るのも面白いですね。
まあ結論言うとですね、今回、上層学院がですね、先行の攻撃で、タイブレイクで4点取って、裏の敦賀気比がまあ0点に抑えられたということでですね、まあこれノーアウト1、2塁ね、考え方次第ですけども、逆に言えばこの、ダブルプレーとかも取りやすい、取られやすいので、その、得点にね、絡まないということも割とあります。まあこの試合ですね、そもそもじゃあタイブレイクに行く前ですけれども、の流れですと、最初ですね、私も見たとき、まあいつものパターンなんですけれども、上層学院がですね、確か2回終わって4対0だったと思いますね。実は今画面に映っている私、メモ書きしか本当見てないので、すみません、浅はかで申し訳ないんですけれども、で、また圧倒するパターンかなと思ったら、敦賀気比、北信越大会、本当粘りと投手力で、勝ち上がったということで、終盤に追いつくわけなんですよ。本当ね、強打の上層学院と粘りの敦賀気比。これどちらもある意味ね、結果4点差ついてますけども、持ち味を出せた、試合だなというふうに思っております。まあ、終盤にね、敦賀気比が追いついたんですけれども、やはりこのね、タイブレイク、ね、上層学院がやっぱ、うまく突き放しましたね。まあ、通常ですと、その、野球は、まあ、高校の方が有利だというふうに言われてますね。後攻め。いわゆるサヨナラがあるからと。ただですね、先攻もですね、まあ、一つ今回の例がそうなんですけども、もうさすがに1イニング4点もね、先攻のチームが取ると、高校のチーム、かなりのプレッシャーです。ある意味ではですね、先行はまだ他にもこう攻める回数がね、裏に比べて多いというね、メリットもありますけれども、これね、やっぱこのタイブレイクの恐ろしさ、もしくはこのタイブレイクを利用してね、強さを見せる、場面だと思いますけれども、ついにですね、タイブレイクまでもつれ込むかなりの熱戦でしたね。名門校同士の対決ということで、やっぱり、この、基本的にはこう、ピッチャーも良ければバッターも良いとね、総合力高いですので、こういうまあ横綱相撲っていうかね、野球見るのも、まあ一つ甲子園のまあ、ね、さっきのフレッシュとはまた別の楽しみ方もございます。ということで、以上ですね、第3試合、3つの試合ですね、今回、まあ初尽くしというところで、ご案内をいたしました。さあ、大会も6日目に進もうとしております。6日目はですね、の第1試合までが1回戦。そして第2試合からついにもう2回戦に入るわけですよ。顔ぶれをご紹介いたします。まず1回戦ですね。まだここまでですけれども、第1試合、中京大中京とですね、こちらが愛知ですね、東海王者と、関東千葉の専大松戸の試合ですね。これはね、本当に注目です。まず中京大中京はもう、前の代、一つ上の代からですね、まあ、高い投手とかいらっしゃいましたけども、もう優勝候補の筆頭でですね、まあ、名門校でもありますし、これかなり強いと思います。で、千葉の専大松戸ですね、個人的に持丸監督、これはまたね、茨城の名将、木内監督ね、昨日の上層学院もそうですけれども、この持丸監督というのもまたベテランで、まあ、過去ですと、まあ、私たちの代とかになりますと、藤代高校、そして上層学院でも指揮を取られました。そして専大松戸でもですね、指揮を取られて、まあ、夏に一度出場ですね、されてますけれども、名将のね、この対決、本当に楽しみでございます。そして次から2回戦、第2試合、近畿、兵庫の神戸国際大付属と、東北王者ですね、宮城の仙台育英、これもまた痺れる戦いですよ。開幕試合をですね、サヨナラで勝った神戸国際大付属と、そして優勝候補と言われてます、仙台育英ですね、初戦では、同じく優勝候補の四国の王者、明徳義塾を1対0でね、下しておりますので、このね、地元のですね、神戸、ね、国際大付属の、まあ、自力か、それとも、こう、東北のプライド、ね、道のくの初優勝を目指してのね、プライドか、これかなり面白い試合となります。続きまして、第3試合ですね、関東、群馬の健大高崎と、
近畿奈良の天理高校、これもね打撃が見ものでございますけれども、県大高崎ですね、下関国際に、打ち勝ってですね、機動力も強いイメージでしたけども打撃力が今年は特にあるというチームと、そして、初戦で、宮崎商業ですね、圧倒した天理、優勝候補でございますので、立つ投手ですかね、これはね本当に面白い対決ですね。どちらもまあ県大高崎もまあ元々先ほど申し上げた機動力もそうですし、で天理のピッチャーもいいですし、これもまた引き締まった試合になるのかなというふうに思っております。ね、もういよいよ2回戦に入るわけですね。こうやってだんだんね日程が経って出場が消えていくのは寂しいですが、まあ、これの勝負の世界ですし、ね、まあ、2年ぶりのこの春をですね、まあ、球児の皆様を含めまして、ね、精一杯楽しんでいけたらなというふうに思っております。以上ですね、6日目の、アナウンスでございました。ということでですね、まだまだ続くですね、春の球春風、本当に熱戦が続いてまして、毎試合ね楽しみでございます。ね、どうか無事にですね、明日といいますか、ね、6日目もですね、こう良い試合になってね、怪我や事故なく、進んでいくことをですね願っております。ということで以上、5日目の結果と、6日目のアナウンスでございました。今回もですね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もまだまだお待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。まあ、なんだかんだでこの連日ですね、高校野球、選抜高校野球の話題をご案内できておりますね。本当に楽しみでございますので、これからも高校球児の皆様も応援しますし、私親方のことも応援よろしくお願いいたします。じゃんじゃん。ということで、今回も最後までありがとうございました。それではまた、ゲームセット。